作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1987年にコナミがファミリーコンピュータ向けに発売した月風魔伝です。これね、パッケージがね、こう傾けると絵柄が変わるってことで、変わってるよね。この時が剣をなんか振ってるね、人がいて、この時はなんか怪獣がドカーンといるようなね、怪獣がいてここに剣を持ってる人がいるようなね、違うデザインが2個見れる。まあ人によって見え方違うのかもしれないけど、一応そんなパッケージで、で側面はこうね、タイトルロゴがあったりねするような作りで、で裏面ですね。まあで表面の説明、まあ今説明しちゃったけど、まあ月風魔伝っていうロゴがあって、多分傾けても月風までの部分は変わらないはずなんで、で、コナミのロゴがあって、で、まあ2種類の絵柄をこう変えるために、ここに特殊なね、なんかプレートみたいなのが入ってるわけですよ。貼ってあるわけですよ。紙パッケージにね。で、まあ絵柄的には、ここと多分ここら辺が繋がってるだろうなと思うんで、なんか、よくよくこの辺の見るとね、結構繋がりが荒いんですよね。うん。で、まあいいや、裏面。で、裏面見ると画面写真が3点あって、説明文とキャッチがある感じかな。で、読んでいくと、魔歴元年、竜骨鬼が覚醒するってことで、まあ、竜骨鬼が覚醒するのをどうにかするゲームなんでしょうね、というのがわかります。で、2目が新方式ゲートアレイ採用ってことで、よくわからない。まあ、要するに、まあ、ロムとかね、カートリッジの中身のね、そのチップとかの話をされてるんだろうなっていうのはわかるんだけど、なんかこれはいいのか悪いのかもうプレイヤーにはわからない。これをされてるから面白いかどうかもわからない。ただなんかすげえことがあって、あのガジェットとしては面白いって感じの解釈ができるのかもしれない。で、光が消え巨大な闇が彷徨する。なぜだ、地獄と化したこの世界、救いの者の名を叫べ月風魔、空前絶後の死闘が今始まるってことで、なんかよくわかんないんですけど、なんか大変なことが起こったんで、月風魔助けてよって感じなのかな、解釈とすれば。で、まあ画面写真見るとね、スクロールアクションがあったりね、マップ移動があったりと、あと 3D の画面があったりと、こう賑やかなね、いろんな面があるよっていうのをしっかりアピールしてるので、この画面写真3点あるところの使い方がすごい絶妙だと思います。まあ、あとはこれが皆さんちゃんと読み得るかどうかってところがこのパッケージの最大の難点であり、まあ珍しいから手に入れるといいですよってわけですね。以上作官でした。